おはようございます。おとといインドにやってきて、昨日はニューデリー観光をして、今日はですね、まあちょっとオフみたいな感じで撮影する気はなかったんですけど、近くのショッピングモールに日本のあのカレーメーカーココイチさんがあるっていうことなんで、ちょっと行ってみようかなと思います。はい、ショッピングモールまではですね、ウーバーを利用しました。今日もね、空が真っ白です。インド人はね、これを霧だと言うんだけど、霧じゃないことは分かっている。空気質マップがね、もう最悪な状態を示している。はい、ショッピングモール到着いたしました。あのヒルトンとかと併設されてる感じですね。ショッピングモール入るときですね、結構厳しめの荷物チェックとボディチェックもある感じです。こっちを行くと映画館があるみたいなんで、ちょっと見てみたいと思います。映画は昔バラナシの映画館で一度見たことがあるんですが、非常にインドの映画館もね、面白いですよ。はい、我らが誇るユニクロさんがインドにもありましたので、ちょっと覗いていこうと思います。はい、こちらがインドのユニクロなんですけれども、この時期ですね、北インドを旅される方はこういったフリースだとかニットダウンっていうのは、持ってきた方がいいかと思います。インドもね、冬があるんです。ヒートテックはね、4000円しないくらい。このブラジャーはさ、インドの女性からしたらだいぶ革命的だったんじゃないでしょうか。はい、ココイチが入っているショッピングモールがですね、さっきのところじゃなくてすぐ隣のところだったので移動してきました。なんかマップが示すココイチここだよっていうところに来たんだけど、ココイチなくなったかも。見つけらんない。どうしよう、せっかく来たのに。ココイチ多分閉まってる気がする。はい、せっかくなのでスタバ寄って行きたいと思います。注文したのはカプチーノと、なんかチキンのトマト煮込みのカレー味のやつが巻かれているラップを注文しました。しっかり辛いです。朝来てからですね、数時間が経って人も結構増えてきました。一番最初に行ったショッピングモールに比べると、まあちょっと大人っぽい感じがするのがこっちの方かな。待って、見つけたかもしれない。なんかフードコートを見つけて、あった、ココイチ食べよう。なんかラーメンとかもあるのかな。ベジタブルカレーが295ルピー。
ご飯の量と辛さを選ぶことができて、まあ、これおすすめだよっていうことだったので、辛すぎないということだったのでホットスパイシーを選びました。はい、ほうれん草カレーとコークゼロ頼んで364ルピーでした。正直あんまりインド人ね、ココイチに行ってなくて、隣のローカルっぽいお店に皆さん行ってました。はい、これがインドのココイチのカレーです。お米もちゃんと日本のお米だと思う。で、ちゃんと頑張って炊こうとしてる感じがする。あの、くちゃくちゃな米じゃなくてちゃんと固めに炊けてあって、なんか感動してます。で、ほうれん草はすごく甘みがあって、最初口に入れた瞬間すごく甘いなと思うんだけど、後からスパイスの辛さがぐわーってきて、インドのココイチか、これが美味しいです。食べていきます。はい、で初めてインドのショッピングモールに来たんですけど、あの清潔でとっても雰囲気も良くて、あの楽しかったですよ。まあ、特に買うものとかはないけど、ここが本当にインドなんだろうかって思うような感じなんで、まあ時間ある方いたらね、来てみてください。本当にココイチ食べれてよかったです。嬉しい、美味しかったです。あの Google マップのココイチの場所がちょっとねずれてるので、もし、このココイチ、ここのココイチに来たい方はこのフードコートを目指してくるといいでしょう。気が済んだので帰ります。